こんにちは、大和駅研究家の三笠玄山です。はい、今回はですね、こちらに書いている犯罪に巻き込まれやすい過疎ということでね、お話したいと思います。最近ちょっとね、そういう事件とかがね増えてるじゃないですか。で、この犯罪がどんどん進化してるんですよね。で、それと僕らからするとこの過疎ですね、この過疎をよく知ってるとこういう犯罪に巻き込まれにくいので、まあ予防策としてね、先にいろんな情報を知っておくことによって、まあ空き巣とか泥棒とかそういう窃盗犯からね、自分の家とか自分の家族を守るという、そういう考え方ですね。で、まずこの空き巣とか泥棒っていうのは必ず下見をしてます。で、ある傾向を見て、この傾向で、あ、この家は狙えるとか、この家は無理っていうのを判断しています。そして彼らはなんと暗号も作ってます、彼ら同士のね。で、その暗号とか傾向に対する予防策も当然ありますので、この辺をね順番にやっていきたいと思います。で、またこのね、暗号に関してちょっとここでは書けないじゃないですか。それをすると、あ、この人これを知ってるんや、じゃあ変えないとってなってしまうので、ちょっとそういうことは書けないんですけども、そういうのに興味がある人はね、またこの大和駅通信っていうのを毎月発行してるんですけども、これの中でこの暗号に対して詳しく解説して、詳しくその予防策も出してますので、もし興味があればまたこちらのね解説の方に入れておきますので、これをね一部ね、また読まれたらすごくわかると思います。はい。で、まずこの、犯罪に巻き込まれるという前にですね、この最近の傾向、空き巣泥棒がどういうふうにしてるかというと、だいたいね何回も下見に来て、犯行する時間がなんと5分以下、要するに10分も20分もその一つの家にいないんですよ。5分ですから、もう入ったと思ったら出る、下手したらもうなんか、その家主さんが2階にいる間に下でパパッと犯行しちゃうとかね、そんなこともいっぱいあります。はい。なので、相手はそんなに長居をしないという前提なんですね。だから狙われる時間は平日の朝の10時から12時とか、昼の2時から夕方あたり、要するにちょっ と、家主さんとか家族の人がね、これぐらいなら大丈夫だろうって思って、よもや、まあ、玄関に鍵はかけていくんですけども、スッと出かけて帰ってきたらちょっと荒らされてたとかね、そういうのが多いんですね。で、なぜそうなるかというと、まあ、この傾向を見て、うっかり屋さんの家を探すわけですよ。例えば入り口は鍵かけるけど、勝手口とか窓が開いてやすい家とかね、そういう傾向を 見に回るんです、下見で。で、発見すると。で、まずね、自分の家をイメージしてください。自分の家はどういう場所にあるか、シチュエーションですね。やっぱ人通りが少ない住宅街で、しかも奥の入ったところで、しかもその袋工事とかね、もうそれ以上行き止まりだったら、よい、もうなんていうかな、その住んでる人以外行かないじゃないですか。そういう人の家の裏側っていうのがね、すごく狙われる。それと、あとやっぱり塀とかね、生垣が自分の、だってこれぐらいなんですね、目線より高いところに壁とかね、こういう塀を作ってしまうと、中が見られないから安心と思ってるんですけど、彼らにしたらものすごい狙い目なんですよ。自分らが侵入する場面って一番見られたくないんですよね。だって家族じゃない人がいきなり窓から入っていったらどう考えても泥棒じゃないですか。でも塀とか生垣が高いと、その侵入する場面を見られなくて済むわけですよ。だからこういう家の方が狙われるんです、逆にね、この、仮想から言うと。だから自分の家の塀とか生垣はだいたい、僕らはだいたいね胸ぐらいだから140センチとか150センチまでにしなさいっていうのは疫学上正しくて、それよりも高くしてしまうと結果、なんていうの、それがブラインドになってしまって、こういう犯罪者にも味方してしまうということになるのでね、ぜひ、まあ、こうもし自分の家がこういう家だったらなおさら気にしてください。はい。あと人通りね。で、あと彼らはまずこういうのチェックします。で、次にやっぱり玄関とかも見ると分かるんです、その人の家の、なんていうかな、こういう防犯意識っていうのがね、やはり例えば門があってね、その門がこうちょっとずれてるとか、鍵がもうバカになってて、こうフラ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 ね、西部劇のなんかあれじゃないですけど、こう開いてるとか、そういう状態だとか、郵便受けとか新聞受けがまあボロボロで破けてるとか、要するにだらしなさですよね。
玄関のところにすごいゴミがあるとか、生け花とかね、そういう鉢植えが置いてるけどその木が枯れてるとかね、そういうことに無頓着の人はきっと、勝手口とか窓とかね、そういうところの鍵も開けっぱでちょっと買い物に行ったりするやろっていう、やっぱりその人の傾向を見るわけですね、仮想で。なので、やっぱりもし自分が人通りが少ない塀が高い生け垣があって、あ、ちょっとこれ狙われそうかなっていうんであれば、まず玄関とかもきれいに掃除して、もうサビとかあったらきれいに1回だけねペンキで塗ってもらったりとかして、でまあ玄関がきれいに整理整頓されてると、泥棒したら、あ、この家やっぱりきれいにしてはるということは窓もきっちり閉まってるし、まあセグムでもしてるかなみたいになるんですね。もちろん、あ、そういう防犯のね、ああいうところに、申し込んでやるのもいいんですけども、こういうところをきっちりするだけでも、相手も人なんで、やっぱり判断するときにね、服装がきれいにスーツできっちり来る人とジーンズでだらしなくジャンパー着てこうやって来る人来たら、どっちに仕事頼みたいか言って、やっぱりきっちりしてる人の方が仕事がきっちりしてるんじゃないかって思うじゃないですか、そういう見た目でね。ということは、だらしない格好でカバンが破けてたり、ちょっとひげがね生えてたりする人だったら、あ、この人ちょっとって思ってしまうと。で、そういうところから、まあ、判断をしてるんですよ。だって本人にインタビューとかできないですからね。で、そういうのがあります。で、さらにもっと怖いことがあって、まあ、今回のこの通信にも詳しく書いたんですけども、初めてなんですけども、この犯罪者同士の暗号があるんです。で、この犯罪者同士の暗号がさらに今どんどん進化していってるんですよね、時代とともに。で、その入れる場所とかね、でこれはちょっとさすがにこの YouTube で言えないんで、まあ興味がある人はまた見てくださいということなんですけどもね、僕の通信を一応毎月発行していろんなこと書いてるんで、興味があったらまた見ていただいたら、そういうライブをやったりとかね、サロンもやってるので楽しいんですけども、本当はもっとエキエキしてるんですよ、疫学的なことやるんですけど、これはちょっと今回仮想で、これもやってくださいってちょっと依頼を受けたので、じゃあこんなことやってますということで、発表してます。で、この実はね、大和駅にはさらに泥棒よけのお札があるんですね。で、この泥棒よけのお札をしたら絶対泥棒が入らないんですかっていうことなんですけども、実はかなりの確率で減ります。なぜか、防犯意識が高くなるからです。もちろんお札にはそのちゃんとした意味があるんですよ。もうその江戸時代とかそういう時からずっとやられてる日本人のものすごい、しかも関西に多いんですよ。で、その考えがあるんだけども、ちゃんとそのには順番の手順があるんですけども、それをそういうとこにしていくと、結局こういうことをきっちりしようと思うんですよ。で、結果その、防御反応、自分とこの家をきっちりと守って、こういう人たちから見た時に、あ、この家はきっちりしてるな、無理や、はい、ここパスっていうふうにされるような意識づけができるんですね。お守りとか護符ってみんなそうなんです、意識づけなんです。自分の意識を高める、ちょっと、こういうなんていうかな、ギリギリどっちかなっていうところでポンって勝つっていうのはね、お札の力っていうのは自分の意識を変えるっていうところなんです。で、まあ、そういうのが、まあ、いわゆる結界っていうやつなんですけどね。この予防はここですね、いよいよ予防として、まあ、こういう泥棒よけのお札もありますし、けど、このお札もね、一部今回ちょっと一緒にこれに、プレゼントっていう形で入れてますので、またもしよかったらどうぞ。で、この予防は何かというと、玄関とか門とかいう、まあ、お城でいうと城門ですよね。そのところをしっかりときれいに整理しておくということなんです。やっぱり門構えって言うじゃないですか。お城も攻めに行くときにお城がピシッとしててね、きれいにされてたら、この城っていうか城壁攻めるの大変やなと思うけど、もしお城の上の方がね、工事中とかね、なんかどっかガタが来てたり隙間があったりしたら、なんとかなるんちゃうかって兵隊もかなり攻める方がね、やる気になるじゃないですか。だからやっぱりそのお城の城門っていうのが誰もが見て入り口ですから、まあ、玄関とか、あとその玄関に行くまでのその門があったら、その門の周りのね、がきれいにしてるっていうのがすごい予防です。で、これが一番の予防になります。で、もう一つ予防があるのが、近所の人と絶えずこんにちはとか、ご挨拶して、今度ちょっと1週間ほど旅行行くんですよとかね、何時から何日行くんですって周りの人にいっぱい言っとくと、あそここれから2日間出かけはるとかね、1週間旅行に行かはるって分かってて、その家が夜中電気ついてたり、その家がパッと見たら窓が開いてたりしたら、あれってなるじゃないですか。なので、まあそういう近所付き合いを、まあこういう時代だからこそね、お互い様、お互いがお互いを管理しすると。だから自分はちょっと出かけてるけど、隣の人がそこを通ったら分かるじゃないですか。そういう雰囲気、怪しい雰囲気がね。だから近所挨拶をして
絶えず近所の人と仲良くしとくというのが一つと、もう一つあって、全く見ず知らずの男の人がスッと歩いて自分の家を見てたら、あ、こんにちは、何かご用ですかって声をかけるんですよ。するとその人がもし高知系の人だったら、まず 100% その家を諦めるんです。なぜか、顔見られた、覚えられてると、それはモンタージュ作られると、やばいと思って、あ、ここはやめとこう、この周りもやめとこうって、あの人に声かけられたっていう形で、その犯罪者心理からすると、相手側からすると声をかけられるっていうのはやっぱりすっごい嫌なんですよ。だって知らない間に見ず知らずの人が見ず知らずの家に入って犯罪を犯して帰っていくわけでしょ、お金を盗んで、まあ自分で犯罪意識を持ってるわけでね。ということは、犯罪する人間っていうのは初めからちょっとドキドキしてるわけですよ。まあ皆さんあんまり経験ないかもしれないけど、自分がもしもスーパーかどっかで万引きしようと思ったら、やたらキョロキョロしてる人がいるとしたら、やっぱり自分がそういう悪いことをするっていう自責の念をもう持ってるわけですよ。だからそういう人が家の周りをちょっとうろうろしたら、こんにちは、何かご用ですかって声をかけて目を見に行ったんですよ。そしたらもうその人は、あ、じゃあここもこの辺パスっていう形になるので、やられたらいかがでしょうか。でそういう形でね、僕も実は空き巣に入られて、うちの家の門がちょっと歪んでた時、修理出さなあかんなって言ってた時に、まさに空き巣に入られたんで、僕はもうこの、ことを実体験談で知っています。あともう一人、僕の知り合いの方が結局大きなお金をね、何百万というお金をちょっと下ろされて、そのまま家に帰って、でちょっと鍵を、まあ、入り口かけたんだけど、ちょっと仕事をしてる時に、家事か何かされてる時に、その窓からスッと入って、そのお金全部封筒ごと持って行かれたと。後ろからずっとつけてたんですね、銀行で。だからやっぱりそういう、なんていうかな、どこにこういう人たちがどういう形で、なんていうの、いつでもこう目を光らしてるかわからないので、僕たち自身もしっかりと防御するんだという。こっちがまずしっかり防御して、うちは無理ですよと、ちょうどそういうことちゃんとチェックしてますから、うちはもうそのあなたたちが見に来ても無理ですよっていうサインを逆にねしとくという。で彼らのその犯罪者同士の暗号とかね、そういう場所とかも全部知っとくというのもね、ぜひ大事だと思うので、まあこういうのね、また興味があったらぜひね、もうちょっと勉強していただければね、やはり変な犯罪に巻き込まれてね、もしまた犯人と勝ち合わせになってね、それで怪我した人とかね、そういう人もいますから、ぜひ皆さん、やっぱり自分の家族と自分を守るためにもね、こういうことをちょっと、まあ、見てみようと。まあ仮想ですね、仮想から、結局こういうことに巻き込まれずに幸せになろうと、そういう考え方です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。